電気ビル前停留場は、富山県富山市桜橋通りにある、富山地方鉄道富山軌道線本線の停留場である。駅番号は、C12。富山県道22号富山停車場線上の、平用軌道に設置されている。昭和20年代における電気ビル前停留場付近、あたり駅周辺は、県和一のビジネスオフィス街。停留場名の元となっている。 富山電気ビルディング、北日本桜橋ビル、第一生命ビル、富国生命など、各保険会社のビルをはじめ、ホテルグランテラス、高銀ンビル、NTT 西日本ビルなど、中央郵便局前交差点から桜橋にかけては、重厚なオフィスビルが立ち並ぶ。富山県域乗降客数。2021年4月19日閲覧。今尾啓介。 日本鉄道旅行地図庁6号北新越、全線、全駅、全廃線新庁舎、2008年、36ページ。ISBN 978から41億790万241。富山地方鉄道、富山地方鉄道50年首都山地方鉄道、1983年、159ページ。富山電気ビルディング株式会社編。 50年史、1986年6月、富山電気ビルディング株式会社1942年12月7日、軌道上と許可、軌道上と観光1942年12月21日、富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、175ページ、AB 富山地方鉄道、 富山地方鉄道50年史富山地方鉄道1983年378ページ富山地方鉄道写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み富山地方鉄道1979年176ページありがとうございます